皆さんこんにちは、マリリンです。本日もご視聴ありがとうございます。今日は3COINS の購入品の紹介をしていきます。新作が出たということなので、そちらも購入してきました。でね、もうね、今回ねかなりいいものばっかり、もういつもですよ、いつも 3COINS いいものばっかりなんですけど、今回は特に何これめっちゃいいやんみたいなものがたくさんありました。ぜひこちらの動画参考にしていただければ嬉しいなと思います。それでは早速やっていきましょう。ではまずはキッチン用品からのね紹介をしていきます。キッチントシリーズから紹介していこうかな。はい、まずこちらがですね、キッチントのザル&ボールセットです。こういう形のものよく見るんですけど、まあ、ザルとボールが一緒になってるのでわざわざ用意しなくていいっていうのと、パッと外せるので洗い物も楽です。まあ、ベージュっていうところでもね、色がすごく可愛いですね。片手でこうボールを固めげるだけで水切りができちゃうっていう優秀なボールです。お米とあとパスタの水切りもできるので便利だなと思って買いました。ザル系多いんですけど、次こちらシリコン折りたたみゆでザルです。こちらですね、折りたたみのシリコンザルなんですけど、私よくねやるんですけど、例えばうどん作ってる時にそのうどん茹でてる間にこっち側でもそのうどんに入れる具材を茹でときたい、一緒に入れちゃうとうどんと混ざっちゃって具材がバラバラになっちゃったりするじゃないですか。やっぱりこう綺麗に添えたりとかしたいじゃないですか。でそういう時のためにねすごく便利です。あとは後ろにストッパーがあるので、ここに引っ掛けることができるからバタンってこう落ちたりすることもない。はい、次ですね、これも一応ザルザル何個買おうねんって話なんですけど、はい、こちらですね、キチントの伸縮水切りバスケットです。よく見るやつなんですけど、まあ、うちんちなかったので買ってみたっていうところですかね。食器の水切りに使えるのと、洗った野菜の水切り、刻んだ食材の一時的にこう置くってこともできるので、これは欲しいなと思って買いました。うちの家のそのキッチンに水切りがねあんまないんですよ。結構見た目重視っていうか、なんかやっぱりこうスッキリさせたくて、あんまりこう食器を置くスペースを作らなかったんですよね。でそういうのもあって収納もできる水切りが欲しいなと思って、まあ、いろんな使い方できるんだったらこれいいなと思って買いました。長さ調整できるので、まあ、キッチンに合わせてねこうパカッとはめることができるので、これがね300円っていうのも結構いいですよね。まあ、ダイソーとかにも全然ありそうなんですけど。キッチントシリーズまだまだありますよ。こちらですね、マチ付きアルミストックバッグ S サイズから L サイズまでのものを買いました。冷蔵と冷凍が OK で、まあ、オーブンやレンジはダメなんですけど、しっかり密封させて食材を長持ちさせたいっていう時に使えるなと思って買いました。乾燥構造で酸化湿気匂い移りを防ぐっていうことなので、乾燥物の食べ物とかを保存するにはすごくいいと思います。色もめっちゃ可愛くないですか。アルミなんですけどマット素材になってるのでめっちゃおしゃれ、中アルミになってます。で下がこういう風にマチ付きになってるので、そこまでしっかり入るって感じやね。あると便利だなと思います。はい、では次こちら、キチントの伸ばして吸着するシリコンラップです。ダイソーのシリコンラップ私ちょっと使いにくいというか吸着しにくくて結局使ってないんですよね。 IKEA にもありますこういうの。ただあれは丸っぽいこう器とかにポコってこうはめるようなやつなので、平たいお皿とかにはちょっと使えないっていうのもあって、この 3COINS のを買いました。で3枚入りになってて、こんな感じでね、ちっちゃいサイズ、それから中くらいのサイズ、一番大きいサイズ、3つのサイズがあります。電子レンジ、食洗機、それから冷蔵庫ですね、この3つ使えるのですごく便利だなと思います。次もう一度キチントシリーズですね、こちらです。木製まな板ですね。はい、すごいね滑らかな素材なんですよ。こういう 3COINS とかで売ってるこの木製のもの、今まで触ってるやつと結構軽くて割れやすかったり、やっぱトゲトゲとかイガイガみたいなのが出てきたりするんですよね。でもこれ本当にここのカーブの部分とか滑らかさがめちゃくちゃいい、高級感ある。で重みもあるんで全然安っぽく見えへんくて、私が普段使ってる楽天市場で買ったまな板あるんですけど、そのまな板ってまあまあ金額するんですよ。それと同じぐらい、似てるぐらいめちゃくちゃいい。でこの色味わかります？ランダムでいろんなカラーが兼ね備わっている、もうツボ大好き。これめっちゃ高級感あるもん。
インテリア感覚としても置いても可愛いし、ちょっとこうね果物切りたいとか、まあ、まな板にでも何でも使えるんですごくいいと思います。まあ、ただ木はね油とかちょっと染みやすいので、できるだけ油分が多いものを避けた方が綺麗に使えるかな。はい、じゃあキチントシリーズ終わりましたので次行きたいと思います。こちらですね、多機能ピーラーです。あの普通のピーラーと違って3つの使い方ができます。まずは千切りで、その次が皮むき、芋の根っこの部分あるじゃないですか、あれを取ることができるっていうことで、まあ、ピーラー1本でできたら洗い物も増えへんし楽かなっていうのと、まあ、あとはあの千切りあるのはめっちゃ嬉しい。こう白髪ネギみたいな感じで細長く切ったりするやつあるじゃないですか、ああいうのがサッとできると楽かな。こんな感じで分かれてる。こっち側が千切りになってて、反対側が通常のピーラーですね。でここのサイドの部分で根の部分を取ることができる。でステンレスなので錆びにくいっていうのと衛生的にもいいなと思いました。次はですねこちら、またレンチンのもの買ってもうた、ダイソーでも買ったのに、ビストロヌードルです。レンジでいろいろ作れると、ラーメンとか、まあちょっとした一人鍋であったり、私結構レンチンする容器めっちゃ使うんですよね。昨日のね晩ご飯もシリコンのもちにして調理しちゃうやつ使ったんですけど、やっぱ楽やし、レンジってすぐ調理できるから急いでご飯作りたい時とかにめっちゃ使ってる。スリーコインズのやっぱすごいいいなって思うところでデザイン性ですよね。すごい馴染みやすい色ですし軽いですしね、子供たちに食べさせるのもすごくいいと思います。はい、では次こちら、耐熱ガラスピッチャーです。レンジと食洗機乾燥機も使えるピッチャーになってるんですけど、今耐熱ガラスすごい出てる。コップとかもそうですけど、ダイソーでも耐熱ガラス出てますよね。やっぱね見た目おしゃれやし気分上がるからね。開けるとこんな感じ、何かお茶作りたい時でもこん中パック入れちゃってお湯入れるだけ、注ぐだけ、いいやん。でしっかりとねここ密封されるのでこぼれる心配もなさそうです。で上は竹の素材、内側がねステンレスなのでカビ生える心配がないな。なんか竹って結構カビ生えるんですよね。でもこれ内側ステンレスになってるのでその心配がないなって思いました。でこのガラス自体もしっかりと厚みがあるので安っぽい薄さではない。スリーコインズでは結構いいお値段してると思います。まあでも普通のねやっぱり耐熱のポットとかピッチャーと比べるとちょっと安いかなっていうぐらいですね。スクエアダストボックスです。大きめのゴミ箱になってるんですけど、これプッシュ式になってますね。こんな感じでなんかね、あのねうち今ワンちゃんもいてのび太くんっているんですけど、麦がワンちゃんのそのドッグフードを袋か破って出すんですよ。なんかねあの去勢してからすごく食欲があってちょっと匂いするともうすぐ開けちゃうみたいなのがあるから、まあ、だからといって容器入れ替えてもやっぱ湿気とかねドッグフードのその新鮮さがなくなってしまったりするので、まあこの中にもう袋ごと一緒に入れちゃってまあカバーするじゃないけどそれでもいいなと思った。でプッシュしてすぐ出せるし、ゴミ箱でもいいしそういう収納ボックスとしても使えます。で見た目もすごくシンプルでオフホワイトですごくおしゃれです。次はですねスリーコインズの新作のピクニック用品なんですけど、それを紹介していきます。すごいめっちゃ可愛いんでここをちょっと大注目してほしいぐらい。こちらなんやこれ、こちらがですね保冷トートバッグです。韓国系の最近流行っているこのギンガムチェックっていうんですか、こんな感じ。へー可愛くない？めっちゃで保冷バッグって結構使うんですよね。最近だとやっぱりこう暖かくなってきてピクニック行ったりするんで、そういう時に使えるなっていうのと、まあ、これからね保育園や小学校の行事でいろいろと増えてくると思います。なのですごく使えるなっていうので買ってきたんですけど、で下マチ付きになってるのでそこまでしっかり入れられるっていうのと、中ねこんな感じでアルミになってます。保冷をしっかりしてくれる。生地が結構ねしっかりしてる、全然テロテロじゃない。ここのこの何ロゴとかもそうですし、めっちゃしっかりしてて高見えすんもんね。こんな感じですね。チェックのタイプもあるんですけど、こういうオフホワイトのバッグもあります。なんかこれはこれでシンプルに使えるし、なんかちょっとチェックだとガーリーすぎるなって思う方はこっちもすごくおすすめ。チェックはチェックで可愛いですしね、このオフホワイトオフホワイトですごく可愛いです。2リットルのペットボトルが3本入るようになってるみたいなので結構大容量かな。そして次こちらですね、大容量メッシュバッグです。じゃん、めっちゃでかくない？ちょっと入ってるかな幅。
すごいおしゃれなんですよ。ポケットがねいっぱいある。もうここに3つのねポケットがあるんです。で内ポケもあるでしょ。で内ポケの部分はガムテープになってるのでしっかりと収納ができちゃう。手の部分で持てるのとショルダー付き、それもすごく便利だと思いました。結構バッグ系がいっぱい出てたね。またまたバッグなんですがこちらです。保冷バッグ、インバッグ、2ピース、まあ、おにぎりとかサンドイッチとかもそうですし、ちょっとしたの中に入れるっていうね、2つ入っています。口の部分はマジックテープになってるのでしっかり留められる。で下マチ付きね、こんな感じでしっかり中もアルミが入ってる。かわいい。なんかコスメとか入れられそうちゃうポーチとかでも全然使えるレベルの可愛さ。バッグ多すぎてほんまにすみません。あとラスト1個バッグ紹介させてください。はい、こちらピクニックバッグです。乳白色のクリアバッグになってるんですけど、ピクニックに持ってくともう映えちゃうよね。おしゃれ、めっちゃ可愛くない？てか普通に持ち歩きたいし、この中にドリンク入れたりワンちゃん用のおもちゃ入れてってもいいし、ちょっと後で紹介するんだけどさ、こういうのとかもさ入れられるしさ、こんな感じになってます。お皿ちょっと一気に紹介しちゃいます。じゃーん、こちらです。ペーパープレート4枚セット、大きめのこのスクエアタイプと、あと楕円型ですね、小さめのスクエアタイプのお皿になってます。これすごい可愛くない？ホワイトに赤字ってのがもう好き。2枚ずつ色分けされてて白とベージュがあります。ほら可愛い。ピクニックの時にこれ使うとすごく気分上がるよね。もうめっちゃしっかりしてる。楕円型だとこんな感じです。で次こちらペーパーボックス4個セットとペーパーカップの4個セットになってます。こちらも同じくベージュとホワイトですね、2色ずつ入っています。なんかさ、こうマクドとかで買ってきたハンバーガーここに詰めるだけでもおしゃれやもんね。こんな感じになってます。めっちゃ可愛い。中はこんな感じです。カップはこんな感じです。一緒に紹介しちゃいます。カトラリー4本セットとカトラリーケースですね、木製のカトラリーでスプーン、フォーク、ナイフ、この3つが入っています。でこれカトラリーケースなんですけど、はい、こんな感じになってます。なんかしっかりしてる。こう仕切りがちゃんとあるのでそれぞれきっちり入れられるっていう感じです。こんな感じでこう折って収納しちゃうって感じですね。めっちゃいいやんこれ、かわいいしさ。全部で6個仕切りあるんかな。こんな感じで上下で入れることもできるのでたくさん入りますね。かわいい、すごく使いやすいと思います。次こちらがランチョマットです。かわいいね、チェック。グリーンとグレーが混ざったピスタチオ系かな、ピスタチオカラーに近いんかな。縦が60、横100、あ結構あるわ、結構でかい。このタグもね色味がかわいいの、めっちゃ。で生地もテロテロじゃない、すごくしっかりしてます。では次こちらです。折りたたみクッションになります。さっきの保冷バッグと同じ素材と色味になってるんですけど、中から出すと折りたたみのクッションが入ってるので、かわいいやん、めっちゃ。保育園、小学校、まあそういう運動会の時やっぱりこう座るじゃないですか、そういう時用にやっぱ使うって感じかな。でまあこのまま入れて収納できちゃう。はい、では次はインテリア紹介していきます。こちらじゃん、ボックス小物入れの大きいサイズと小さいサイズになります。これ買った理由としてはやっぱり今の今部屋をねちょっと改造中でして、小学生に上がるのにね模様替えをしてまして、小物を入れておしゃれに見せたいなっていう風に持って帰りました。なんか本みたいなねデザインになってるんですけど、実は収納できるんだよっていうようなやつですね。ギフトボックスでも使えそうやね。でここマグネットになってるのでこんな感じでしっかりと蓋を閉めることができます。中もこんな感じ、小さいサイズ。黄色がまた可愛い。これももう同じように中収納ボックスになってるので、ちょっとあの目隠ししたいなっていうものとかも入れられる。こんな感じで並べて置くだけでも可愛いですし、一部のインテリアとして置くのもすごく素敵だと思います。はい、こちらオーバルアクリルフラワーベースです。これが片方が550円でもう片方が330円になりますね。でアクリルになってるのですごくね高級感ある。じゃん、見て、あ、やばい、
反射してちょっと見えにくいな。もう一個小さい方がグレーのフラワーベースになってるんですけど、これも形がねすごく小ぶりでおしゃれ。ここにお花置いたらめっちゃ可愛いやん。ドライフラワー入れてもいいし、生のお花入れてもいいし、それこそ造花のお花入れてもすごくおしゃれですし、別にフラワーベースじゃなくてもうペン立てとしても使えると思います。なんか綿棒とコットンとか入れても可愛いかも。そして次こちらです。これがですね、アクリルフラワーの2本セットですね。可愛いなと思って買いました。今なんかこういうの入ってるよね、こういうちょっとオーロラ系のお花、ダイソーとかセリアで見たことあるぞ。このクリア感が可愛くない？壁に貼り付けたいなって方は貼り付けても可愛いし、フラワーベースに入れても可愛いと思います。見て、可愛いね。もう買っちゃうよね。次が子供用品紹介します。これすごいのよ、人気商品も買ってきたので紹介していきます。結構在庫切れしちゃってるみたいなんで、ぜひ注目してみてください。はい、まずはじゃーん。キッズ便座、3COINSでね、キッズ用のトイトレの踏み台を買ってまして、今でも使っております。でめいちゃんね、昨日もねおトイレが成功したんですけど、少しずつ頑張っております。これはね、あのすごく、まあ、柔らかくてインテリアにもすごく馴染むなと思って買いました。こんな感じで分割できます。洗うこともできるから、やっぱり衛生面ではすごく安心できるなと思います。手持つところあるんで、子供ってこう座る時とか何か支えがないと不安だったり怖いっていう思いしたりするので、これあるのすごくいいなと思いました。ちょっとこれからメイさんにこちら使ってもらいたいと思います。はい、次はこちらです。キッズデスクですね。これはちょっといいお値段、1500円しました。これが結構人気商品みたいで、ほとんど在庫がなくて人気商品ですみたいな感じで出てました。買っちゃった。めっちゃ簡単、もうただただ足を広げるだけ、足を広げるだけ、折りたたむだけ、こんな感じで、中ね、こんな感じ収納できます。何でも入る、クレヨンも入るし、鉛筆も入るしね、自由帳も入るし、すごくいいと思います。では次はこちらです。これもすごい人気商品、今売れてますって書かれてたやつなんですけども、子供用のプレイウェアで、これも550円なので、通常のスリーコインズに比べてちょっとお高めではあるんですが、こんな感じ、ロンパースタイプのプレイウェアになってるんですけど、まず肩の部分がゴムになってるので調整効きやすいのと、ボタンじゃなくてマジックテープになってるので着させやすいし、自分でも脱ぎやすいんじゃないかなと思います。足の部分もしっかりゴムがついてるので、汚れが服の中に入っていきにくいのかなと思います。あと素材は結構ね、滑らかな素材になってるので肌触りはめっちゃいい。このロゴもね、可愛くておしゃれに作られてるなと思いました。まあ折りたたんでさ、こういうさバッグついてるから、もう入れちゃうだけ。汚れや水を弾きやすい加工されているそうなので、汚れにくくなってます。私が買ってきたのは80から90のサイズになってるんですけど、まあ、メイがちょうどいいかな。本当にその汚しちゃう時期の子たちにはすごくぴったりだと思うので、ぜひこれチェックしてみてください。次こちらです。おやつボールになります。これもね、結構ね、西松屋ダイソーでもあるかな。これね、いいなって思うところがね、まずね、電子レンジ使えてね、食洗機使えるんですよ。蓋はダメなんですけど、これからボーイが、子供が生まれてくるので、そういう時に使おうかなと思ってね買ったんですけど、中はこんな感じ、可愛くないクマさんで、蓋取ったらこういうお菓子を入れられるようになってます。開け閉めできます。で次、このシリコンの部分も簡単に取り外しできちゃうので、まあ、シリコンなしの状態でも使えますよね。で衛生面でもすごく安心かなと思ってます。では次はですね、まあ、美容系のものかな、買ってきたので紹介します。フェイススチーマーとフェイススチーマー用化粧水になります。すごくない？こんなんあんのって思ったんですよ。スリーコインズからあのこういうフェイス美容機器みたいなのが出始めて話題になってたと思うんですけど、こちらスチーマーを手に入れてまいりました。話題になってね、結構なかなか手に入らなかったんですけど、なんかようやく手に入りやすくなって、なんと今安くなっております。
880円のものが330円で購入することができます。コスメポーチに入れてもかさばらないっていうのと、別用のねフェイススチーマーの化粧水でも使用可能。フェイススチーマーって結構大きいじゃないですか。パナソニックの持ってるんですけど、やっぱ結構でかいんですよ。あれ持ち運びって結構きついんですけど、まあ、例えば旅行行く時とか、まあ、私だったらそのメイクのお仕事でとか撮影の時に持ち運べるし、すごくいいなと思って、まあ、メイク前にねしっかりとスキンケアできてスチーマー当てられるってことは化粧のりにも関わってくるからいいなと思って買いました。まあ、これちょっとね実際使ったことないんで使ってみます。次はですね、こちらです。ハピルナサニタリーショーツのレギュラータイプです。でこれはまあ1200円するんですけど、一言でめっちゃ優秀。この吸水型サニタリーショーツ、妊娠する前実はね、あの吸水ショーツいろんなメーカーのめっちゃ試したんですよ。本当にいい。あのね、ナプキンいらないよ最初。え、ほんまに大丈夫って感じだと思うんですけど、大丈夫でした。私1日目と2日目結構多い日なんですけど、全然余裕でしたよ。これのピンクタイプね、前持ってたんですけど、今回はカーキ色になってるんですが、こんな感じになってます。フレイルサイズだけど、まあちょっとちっちゃめに作られてんのかな。吸水部分がこの黒い部分ですね。分厚めではありますけど、履いててもそんなに違和感はないかな。ナプキンの分厚さと比べたら全然分厚くないし、ナプキン特有のもっこり感みたいなのもない。使いやすくて、まあ安心して使える吸水ショーツだなと思いました。では最後ですね、ペット用品の紹介なんですけど、少ないんでパパッと一気に紹介しちゃいます。猫用おもちゃと犬用おもちゃです。はい、麦さんすごい好きなんですよねこれね、やっぱね。のびさん、のび太くんって言うんですけどね、引っ張り合いっこロープということで、もうね大人の歯も生えてきたのでやりたい時期なんですよ、もう感じで。で結構しっかりしてる。で麦のこんな感じ、鈴と猫じゃらしがついてる。あ、来た来た来た来ました。お、あー食べちゃった、あー捕まっちゃった。はい、ということで 3COINS の購入品は以上となります。合計約2万円ということで、かなりの額は買ったんですが、それでもねこんだけ買って2万円ってやっぱ相当安いと思うし、新作もめちゃくちゃ可愛いのでぜひチェックしてみてください。また何かね 3COINS でこの商品いいよみたいなのあれば教えていただけると嬉しいです。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。